ラジアルドッグのアラビです。今日もこの子たちと一緒にメントスコーラーってやつをやってみたいなと思います。 YouTuber イコールメントスコーラーでしょ。ブームはちょっと過ぎたかもしれないけど、 YouTube やる人はみんなメントスコーラーやるでしょ。ワンちゃんの YouTube やってる人ってワンちゃんと一緒にメントスコーラーやるでしょ。半年ぐらい前からでしょ。見るね。ってことはファジャルドッグもこれはやらなければならない。 YouTuber を始めた者として人生で1回はメントスコーラを経験しとかなければならないということで、メントスコーラやっていきたいなと。いでいで、思います。それでは行ってみよう。用意するものは、舌がビタビタにならないように、タラーン、ベッドシーツ。次にタラーン、ボール。タラーン、コカ・コーラといえばコカ・コーラ。なんか冬になったらさ、リボンのやつあるさ、あれ好き。タラーン、メントスといえばやっぱグレープ味だよね。もう溢れるやんこれ。よし、出てんのメントスコーラって何個入れんの。3つぐらい入れてみた。3つぐらい、怖っ。3つ入れたでしょ。先にメントス用意しておくべき。3つ用意したですけど、ラウちゃんはすごく興味津々。え、何してんの。持ってっていいわけないじゃん。開けるよ。みんな行くよ、みんな行くよ、行くよ。これ巣が泡なのかな。行くよ。うりうりうり、うわあ。うりうりうり、うわあ。え、どうでした。もう泡はならないんかな。まだ入れてみる。ならない。別にこれ興味ないんだね、アスたち。別にコーラになんか一瞬麻痺のあれみたいになっとったけど、うん、ちょベタベタ舐めて。うそでした。キャヌシちゃんと飲みます、飲みます。一気に酸が抜けて全然美味しくないよ。本当？全く？メントスの味する。ベタベタだから気をつけて。うわ、こんなに酸抜けてるものな。あ、メントスだ。責任持っていただきます。後味メントス。実はこの動画を撮影する前に、ニゾクちゃんにドッキリ仕掛けられました。かわいそう。その動画をね、また明日公開しようかなと思いますので、今回の動画どっちかっていうとそっちの方がメインかもしれない。アラビうるさいから。こんな感じで飼い主がただ楽しむ動画になりましたが、また明日からも
面白い動画たくさん上げていこうかなと思いますので、明日からもどうぞよろしくお願いします。今日お届けさせていただいたのはハジアルドッグのアラビと検索でした。あとからバイバーイ。メントス食べながらでごめんなさい。食べてみてなんか味違うよ。見て白いね。あー飲みないで。